12ないし57%含む鉱石である実際には、ギブスイシ産、ベームイシ、ダイアスポアなどの水酸化アルミニウム鉱物の混合物であり、鉱物ではなく岩石である。アルミニウムの原料である。防気サイトの名は、フランスの都市レボードプロバンスに由来する。発見者は、ピエール・ベルジェ。色彩は、変化に富み、赤灰色を基調とし、 白色、黒色、緑色を帯びることがある。形状は豆状である。比重は2.5、高度は1から3と柔らかい。酸化アルミニウムは風化に強い抵抗性を示す。そのため、二酸化ケイ素に対して酸化アルミニウムの比率が高い岩石が風化を受けると、熱帯性土壌であるラテライトを経て、防気サイトが生成すると考えられている。また、 アルミの計算使はコロイドになりやすく、河川水によって海まで運ばれるが、酸化アルミニウム、酸化鉄に酸化チタンなどはコロイドになりにくいので、残りやすい。熱帯雨林では、風化が早く進むため、防気サイト交渉は、熱帯雨林地域、または過去に熱帯雨林であった地域によく見つかる。なお、防気サイトの粉末を吸い込むことで起こる人肺の一種。 防気サイト灰は進行速度が極めて速く4年ほどで死に至るため防気サイトを長時間扱う際は防塵マスクの着用が推奨されるアルミニウムの原料以外に耐火用混合剤、研磨剤、アルミナセメントの素材として用いる。比熱が大きいのでソーラーハウスの蓄熱剤として用いる場合もあるアルミナは非常にありふれた元素であり 近く内では3番目に多く存在するとする説もあるが、そのほとんどがアルミの計算使用として存在する。アルミの計算使用は、ケイ素との結合が強く精錬が難しいため、防気サイト以外の鉱石から取り出すのは、経済的に見合わない。防気サイトからアルミニウムを精錬するためには、まず不純物である二酸化ケイ素と酸化鉄を除く必要がある。 防気サイトを加圧、加熱化で濃水酸化ナトリウム溶液に浸すと、計算しようのほか、酸化アルミニウムが、アルミン酸ナトリウムとして溶け出す。不純物である水酸化鉄は不要性であるため、沈殿するので分離し除去する。上積水溶液を取り出して冷却し、結晶核として水酸化アルミニウムの結晶を加えて、成知すれば、粒状の水酸化アルミニウムが沈殿し、 計算使をその他は、水溶液に残る。沈殿した水酸化アルミニウムを分離、水栓し、調整することでアルミナを得る。こうした防気サイトからアルミナを得る工業的手法を、バイヤー法と呼ぶ。表彰石にアルミナを5%程度混合し、陽極に炭素電極を用いて誘拐樹を電解することにより、陰極に単体のアルミニウムが得られる。 防機サイトの産出量をオーストラリアのウェイパにある世界最大級の防機サイト鉱山防機サイト産出量ではオーストラリア、中国、ギニアが1位から3位を占めている2017年には中国のアルミニウム生産工が世界の半分を占めて第1位となりロシア、カナダ、インドが続いているアルミニウムの需要は急拡大しているが防機サイトの確認埋蔵量は 世界の需要を今後数世紀にわたって充足し得るほど十分なものである。全世界的な省エネ化、省資源化の趨勢から新しくアルミニウム地金を作るよりも電力コストを抑えられるリサイクルが進んでおり、防気サイト資源の火災年数は伸びつつある。2010年11月にベトナムのグエンタンズン首相は、同国の防気サイト埋蔵量は、 世界最大となる110億トンと発表した。ありがとうございます。